皆さんこんにちは、ラボアーティストシンです。先日僕のブログでこのアビスを使ってアレンジメントを作るぞって言ったのがやっと今現実になります。で、こういうねかっこいい曲がりのあるアビスとかは葉っぱとかはもうなんか見た瞬間にこうアレンジを作りたくならないですか？この間僕ねちょっとこううちの講習会にも言ったんですけど、こういう曲がりの葉っぱを見て、おっこれはもういけてと思った人たちは N フラワー向きなんで、ぜひ N フラワーに入会してください。これ見てあなんだまっすぐじゃねえからこれいけにくいなと思った人たちは、まあ、他のスクール行っていいですから。では早速行ってみます。どうぞ。はい、では始めていきます。今日はこちらの器にアレンジをしていきます。もうね早速このアビスから刺しましょう。まあこう刺すところをねこういう風に葉っぱカットして、でもう今回はもうこのカーブを利用して横に出します。はい、次にこのモンステラを入れていきます。もう一丁いきましょう。はい、このような感じです。次にこのシンピジウムを入れていきます。このアビスのラインに絡めていきますね。じゃあここで少しファンデーションワークをレザーリーフファンデしていきます。次にこのガーベラを入れていきます。ガーベラは必ずワイヤーを中にインソーションしてください。ガーベラのインソーションはこの前の動画をご覧ください。はい、ここでバラをね入れていきます。で少しここにコクをつけるためにこの黒糖をね入れていきます。で、キキョウランの葉っぱを丸めて入れていきましょうね。はい、では最後にこのまあこのフラワー TV では定番に出てくるスネークボールですね、これでアクセントラインをつけていきます。はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。なかなかかっこいいでしょう。やっぱこの、ね、アビスのラインがかっこよさを増してます。ではですね、また次回こういうかっこいいアレンジメントを作っていきたいと思います。またお会いしましょう。 See you next time。 はい、こちらのフラワー TV では水さんのチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこちら、こちらをクリックしてください。スマートフォン、タブレットの方は下のリンクからお願いいたします。もう少しでと言ってもあと1000人ぐらいですけど、チャンネル登録者1万人に達成します。チャンネル登録1万人達成したらスーパーライブを生中継で行いますので、ぜひ皆さん応援してください。よろしくお願いします。